バレーボール日本女子代表は国際大会で編成される日本の女子バレーボールナショナルチーム。2018年度までは日本バレーボール協会での正式名称は全日本女子バレーボールチームであったが2019年度からはバレーボール女子日本代表に変更された。バレーボール女子日本代表女子日本代表チームはユニチカ以来の守備力重視のバレーを継承している。 1996年のアトランタオリンピック後は高さ重視のバレエで戦っていたが主力選手の度重なる怪我により再度守備力重視のバレエに方針を転換した現在は守備力とスピードを重視したバレエを行っている ID バレエを掲げる真部正義監督は分業制で複数のコーチを起用2011年にはトスから0.8秒で サイド攻撃のスパイクという男子並みの高速バレーにも挑戦した。1964年東京オリンピック前後から日の丸を連想する赤と白の配色を使用し、これが長らく日本代表の定番であった。また、1968年メキシコシティオリンピックではシャツとブルマーがオレンジ色のユニフォームを1972年ミュンヘンオリンピックでは それぞれが新緑色のユニフォームを着用したが、ミュンヘンオリンピック以後は再び赤と白タイプのものに戻った。1989年から現在に至るまで、水野社のユニフォームを女子は採用している。1991年に赤、青、新緑、黒を基調にした4種類のユニフォームが登場。しかしながら公式戦においては、赤か白を着用することがほとんどであった。 1994年にはワンピースタイプ。1995年には一時期ワンピースタイプを改造したスパッツタイプ。1997年はワールドグランプリまでは定番であったブルマーだったがグラチャンでスパッツタイプが採用され。1998年からはショートパンツが採用され半袖になり2002年からはノースリーブ型に移行。2006年には シャツの着丈とパンツのまた上が短くなり、シャツネームの相性仕様も導入された。2008年北京オリンピックのバレーボール競技、世界最終予選の頃にはまだ数名だったが、その後中、膝サポーターは従来の白でなく黒で統一されていった。2009年のグランドチャンピオンズカップでは黄色、2010年の 世界選手権では代表ユニフォーム色としては珍しいオレンジが登場。また、移動時やベンチではオレンジ色のジャージを着用した。東日本大震災が発生した2011年にはワールドカップで左胸に心は一つと小さく縫い付けられた。また、その日のユニフォームの色に応じて赤、黒、紫のお揃いの細いヘアバンドを着用して臨戦する選手もいた。 近年オリンピックにおいては新デザインがお披露目されることがほとんどであったがロンドンオリンピックにおいては前年からのデザインのものを着用2013年のモントルーバレーマスターズから動きやすさを追求した新ユニフォームを着用同年秋のグランドチャンピオンズカップではそれとは異なる新ユニフォームを着用正面脇に細かいドット柄のあるデザインで新素材 テクノスパーク LS を使用し1 1 5ムを実現した。また、全日本史上初となる赤を基調としたシューズを着用。なお、監督ほかスタッフのポロシャツ、選手の上ジャージは共にマゼンタ色のものだった。2015年には水の社の火の鳥カラーの試合シューズで色を選手全員統一した。ユニフォームは従来通り3パターン。二千十六年には 火の鳥日本を炎に例えてきたユニフォームの最終型として最も高温時に発色するブルーを採用。これに伴いパンツの色は従来の黒、赤の2種類から黒、今や変更となった。かつては競技スポーツ全般において日本のナショナルチームを全日本と呼ぶことが通例であったが2019年現在この故障は使われなくなってきており。 バレーボールに関しても報道機関によっては以前より日本代表と呼称している場合があった。日本バレーボール協会でも2018年までの全日本、全日本チームという呼称を変更し2019年により日本代表を用いることとした。日本バレーボール協会は監督名ジャパンのようなメディアからの番組、放送上の呼称発信ではなく 協会が自らキャッチフレーズを提唱することを決定。2009年3月から4月、チームの愛称を公募した。2009年6月、一般公募の中から協会での選考の結果、チームの愛称を火の鳥日本とすることを表明している。東洋の魔女1951年、国際バレーボール連盟へ加盟。初の世界大会となる1960年の、 第3回世界選手権では予選リーグを全勝で通過すると進出した決勝リーグでも強豪国を撃破しソ連には敗れたものの初出場ながら銀メダルを獲得した1962年の第4回世界選手権は肥望海塚の単独チームによる出場で金メダルを獲得1964年の東京オリンピックも肥望海塚中心のチーム構成で 金メダルを獲得し、大松博文監督が率いる同チームは、東洋の魔女と呼ばれた。以後は、日本とソ連が優勝を争う、日ソニ強時代がしばらく続き、1968年のメキシコシティオリンピック、1972年のミュンヘンオリンピックはいずれもソ連に敗れて、金メダルであった。1976年のモントリオールオリンピックでは、 日立中心のチーム構成で臨んだ。タイヤキレシーブなど守りの粘りと、セッター松田のりコの世界一速いトスによる、前田エチコの稲妻おろしやエース白井高子の光攻撃、高柳雅子のロケットサーブなどの攻撃で、他を圧倒し12年ぶりに金メダルを獲得。ソ連との決勝では15の7、15から8、15から2のストレート勝ちを収め、 大会史上初となる質セット例の完全勝利という快挙であった。1980年のモスクワオリンピックの出場権は全大会優勝国としてすでに獲得していた。選手強化も順調に進み、1979年のプレオリンピックでも優勝したことで五輪連覇できる可能性はかなり高いと言われていた。 しかし同年開催国のソ連がアフガニスタンに侵攻し、これに対する対抗措置としてアメリカ政府が提案したオリンピックボイコットに日本政府が同調したため不参加となった。1984年のロサンゼルスオリンピックは逆にソ連がボイコットして不参加。米田和則監督が率いる全日本は江上弓也さんや祐子など日立中心のチーム構成で臨み、 準決勝で中国に敗れるも3位決定戦でペルーに勝利し、銅メダルを獲得。しかし、この銅メダルという不本意な結果に対し、単独チーム方式では限界があるという声が次第に大きくなり、1986年の第10回世界選手権では所属チームにこだわらず、広く各チームから才能を集める純粋選抜方式で挑んだが、結果は7位と沈んだ。 1988年のソウルオリンピックでは、中田美や大林元子など再び、日立中心のチーム構成で臨むも、準決勝でペルーに3位決定戦で中国に敗れて、初めてオリンピックでメダルなしに終わった。その後は1992年のバルセロナオリンピックでは5位、1996年のアトランタオリンピックでは9位と成績は下降を続け、 2000年のシドニーオリンピック最終予選では3連勝の後に中国、イタリア、クロアチア、韓国に4連敗を喫して初めてオリンピック出場権を逃した。2001年に吉川正宏が監督に就任、同年のグランドチャンピオンズカップこそ銅メダルを獲得したもののアジア選手権では史上初のメダルなし、2002年の第14回世界選手権でも13位の ワースト記録を更新するなど低迷を続けた。さらに直後の富山アジア大会でも中国と韓国相手に1セットも取れずに3位で終わったため、低迷の責任を取る形で吉川監督を含む協会員全員が辞任する事態となった。2003年に柳本翔一が監督に就任、同年のワールドカップではキャプテンとして全日本に復帰した吉原智子、佐々木美希、 竹下吉江といったベテランと大山奈や栗原恵などの若手選手が融合したチームを作り上げて5位となった。2004年5月のアテネオリンピック世界最終予選では最終戦でロシアに敗れたものの6勝1敗の1位でに大会ぶりとなるオリンピック出場権を獲得。同年8月の本大会では準々決勝で中国に敗れベスト8となった。 オリンピック出場とその後のワールドグランプリ、世界選手権での躍進によってチームは一時期の低迷を脱し、2007年の第14回アジア選手権では木村沙織や荒木エリカなど若手の活躍によって24年ぶりに金メダルを獲得。同年のワールドカップでは7位に終わりオリンピック、出場権は翌年の世界最終予選へと持ち越されたが、2008年5月に、 行われた北京オリンピック世界最終予選では FIVB が大会期間中に出場規定の変更を通知するというトラブルが発生したものの6勝1敗の3位で出場権を獲得。同年8月の本大会では準々決勝でブラジルに敗れアテネと同じく5位に終わった。2009年度より真イオ義監督が公募によって就任し2012年の ロンドンゴリニへ向けた新体制が発足した iPad を使用してデータを駆使する ID バレーを掲げ2010年に日本で行われた第16回世界選手権では1982年大会以来28年ぶりにベスト4進出を果たすと準決勝でブラジルの前にフルセットの末破れはしたものの3位決定戦でアメリカをフルセットの末に勝利し 32年ぶりのメダルとなる、銅メダルを獲得した。2011年のワールドカップでは、中国と同じ8勝3敗の成績ながらも勝ち点差2、2の4位で、オリンピック出場権は、翌年の世界最終予選へと持ち越されたが、初出場の岩坂奈々や新鍋リサラ新戦力の活躍などで、結果的にロンドンオリンピックで金メダルを獲得したブラジルと、 銀メダルを獲得したアメリカにストレート勝ちを収めた。しかし1位通過を目標として望んだ2012年5月のロンドン五輪世界最終予選は序盤こそストレート勝ちによる開幕3連勝を飾るも韓国と対戦し敗れてからリズムに乗れず出場権獲得はセルビアとの最終戦まで持ち越され最終的に4勝3敗の4位でアジア1位として出場権を獲得した。 同年8月の本大会では予選リーグを3勝2敗の3位で通過すると準々決勝で中国に全セットが2点差決着というフルセットの激闘を制しソウルオリンピック以来24年ぶりのベスト4進出を果たした続く準決勝でブラジルと対戦しストレートで敗れたものの3位決定戦で韓国にストレート勝ちで収めて ロサンゼルスオリンピック以来28年ぶりのメダルとなる銅メダルを獲得した。これを受けて日本協会は公募で新監督を決める予定を撤回して学部監督に続投を要請し、同年10月に2016年リオデジャネイロオリンピックまで続投することが発表された。2013年7月25日、休業していたセッの下が引退を発表。 五輪でもう一人のセッターだった中道瞳は11月のグラチャンバレーから復帰した。江畑幸子が腰痛でほとんど出場できない状況ながら他メンバーの活躍もあり、ランク上位のブラジルアメリカに敗れたものの、同大会における12年ぶりの銅メダルを獲得した。2014年のワールドグランプリでは、一人の選手が複数のポジションの役割を担う新戦術。 ハイブリッド6を採用し、決勝ラウンドで初戦から4連勝し最後は、ブラジルと対戦して、敗れはしたが同大会では、初のメダル、2020年の東京五輪へ向けた、新体制が発足した。コーチの一人として、フェルハとアクバシュを起用。1年延期された2020年東京五輪では、ドミニカ共和国に敗れ、9位に終わった。男女共に、バレーボール、 日本代表の応援として定番の日本、じゃちゃちゃであるが、この応援はサッカー、日本代表の最古のサポーター集団、日本サッカー協会は1968年5月23日の日本 VS アーセナルの親善試合で初めて行った。なお、バレーボールで最初に使われたのは1981年11月13日に宮城県スポーツセンターで行われた。 ワールドカップ女子第5戦のアメリカ戦である。明治の管理栄養士が女子日本代表チームに派遣され、栄養面からのサポートが始まったのは2006年。資生堂が選手のメイク協力を開始したのは2015年。2021年度の代表登録メンバーは下記の通り。背番号はバレーボール日本代表国際親善試合、東京チャレンジ2021の番号。 堀江正子、笠井正恵、吉田節子、松村勝美、飯田孝子、前田越子、矢野博美横山樹里、小川和子、江上由美、石田京子、中田久美、丸山由美、佐藤一氏、佐藤一子、中西千恵子、大林元子、中西千恵子、田嶋朝子江藤直美、熊前、千佳子、高橋美幸、吉原智子、竹下義恵、 荒木エリカ、荒木エリカ、木村沙織、岩坂七荒木エリカ。ありがとうございます。